ラジオマ腕相撲大会は私の独壇場だな。ったく、バトルラジオと言われてる割にはみんな腕相撲よ。え、甲子園で熱きバトルを繰り広げている高校球児たちを見習ってんだ。よし、今度はイーシェと決着をつけて私が三国一のアームレスラーになるぞ。ガハハハ、私に勝てるやつは他にいるか。ここにいるぞ。え、タンポポ、お姉様よりタンポポの方が腕相撲強いのだ。やめとけよ、腕が折れちゃうぞ。わけになきゃわかんねえもん。はい、よーい、はじめ。しょうがないな、即終わらすからな。タンポポなんてちょちょいのちょいな。始まりました、お姉様とタンポポのいとこ腕相撲対決。おっと、早くも前かがみになったお姉様のおっぱいがまるで溶けたバニラアイスのように机の上でたゆんたゆんひしゃげているぞ。の暴走を止められる奴はいるか。ここにいるぞ。では周囲の隠し子前後将軍からいただいたサブタイトルで始めます。いざ今回も尋常に勝負。ラジオ新恋姫無双、乙女選抜星、甲子園もラジオも熱いぜ。演技シュリこと諸葛亮役の楠木すずめです。ラジオマーカリンこと曹操役の野島かなです。ラジオマーメイリンこと周囲役の川島里乃です。さて、オープニングから全力疾走してくれたゲストのお二人をご紹介します。私の煩悩は理性を貫く桃色の煩悩、止められるものなら止めてみやがれこの野郎。水子と馬長役の大川美優です。ラジオマーここにいるぞ。パワー、タンポポことバター役の青葉リンゴです。ラジオマいらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。今回は職に2人の援軍が同時にということで、しかも2人ってことで頼もしいって思ってたんですけど、そうそう、なんかオープニングトークを聞く限り私たち3人でも大丈夫だろうかね。大船に乗ったつもりで、本当に泥船ですね。なんか私がですね、このね、今回のゲストの2人のことをよく知っているんですよ。なのでスタート前にちょっとプレッシャーかけてやろうかと思ったんですけど、かけるまでもなかった。でも自分のプレッシャーでそうやって見せといて、実はねバトルになったら強いかもしれない。でも結構必死でしたよね。バトルだったよね。結構見る限り額に汗してましたから。もう三位一体となって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。でこんなカシマシーン5人でやっていきたいんですが、うるさいですねなんかね。まず挨拶メールを誰からいただいたかっていうのを紹介してみていただけますか。ですね、馬長はエグッティチン将軍さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてバタイはパツンヒョウキ将軍さんからいただきました。ありがとうございます。ここも一生懸命でしたね。余裕やばい、余裕なかった。さらり
と流しましたよ。ですね、はい、でこの2人のあのあだ名というやつをですね、ちょっとはい、これのなんか作られたようで、はい、勝手に、うん、勝手に、はい、ちょっとね、ちょっとね、遅れてきちゃった。はい、はい、っていう間もなく決めさせていただきました。勝手に決まっていたという、はい、あですよね、私が、うんうん、スタジオに入った時にはもうすでにすいませんって入っていた時には呼ばれてましたからね。はい、何ですかそれみたいな顔しましたけど、ポカーンってなっちゃいましたけど。で、あだ名の方は大川の王は桜なので、はい、ブロッサムから、はい、ブロちゃんというあだ名をいただきまあでもね、はい、桜でね、ブロッサムって可愛いじゃないですか、うん、はい、だから単色するとブロって突然呼ばれてもねって、ブロブロちゃんなんでアザースって感じ。アザース、そう、アザースって言うってことは、私は、うん、あのブルー、青葉リンゴでブルーリーフだよ、ブルーリーフで、ですね、はい、だからそれを短縮してなんかあの来た時にはブリーフってなってて、でそれをもうちょっと省略して可愛い子ちゃん、ブリちゃん、ブリちゃんってどうだろうって、うん、はい、ブリちゃん、ブロちゃん、ブリちゃんなの、ちょっとマズビキみたいな感じで、はい、どっちがどっちだか分かんなくなっちゃう、どっちもボケみたいな感じ、笑い飯みたいな感じですよ。ダブルボケみたいな。ダブルボケ、やばい、食はボケしかいない。今日はあんなにほら、スズッチョがツッコミに回ればいいんじゃないかな。よっしゃ。そうですよ、マイクの通知を完全にオンにするんですよ、本当にね。いや、ほら、私までオンにしちゃうとちょっと回線混乱しちゃうかなみたいな。またそうやって回線切ろうとして。ねえ。頑張りますよ。の、はい、が高校野球にちょっと触れてあるんですけど、はい、高校野球って興味とかありますか？見に行ったことはありますけど、春はないですね。あ、私も春はない。夏は結構ね、はい、見に行くんですけど、春ってどうしてもテレビ観戦で、気づいたら高校球児たちがお兄さんから偉い若い子たちにやっていたっていう、いつの間にか年を越していたって感じだったんですけど。でほら、同じぐらいの年代の時ってあんまり見なくて、なんか、そう、あ、やってるなって感じだったんですけど、こう超えたあたりから、あ、いつの間にか彼らの年齢を超えてしまった。見るたびに思うんですよ。なんか頑張ってるなっていう感じが、応援したくなるみたいな。そうですね、やっぱプロ野球の選手と違って走り方も一生懸命だし、滑り込みも激しいし、勝ちたいですからね。あのカキンって音がいいですよね。いいね、だったのね。いいですね。高校球児の汗はいいよね。ちょっとこっちに違っちゃった。そっちに入っちゃった。こんな感じでこの5人で、6人だ、あ、5人だ、何が見えましたか？何で今日は進めていきたいと思います。はい、さて、この番組は大好評発売中の恋姫無双シリーズ最新作 PC ゲーム新恋姫無双乙女両断三国志演技のラジオ番組です。毎回真剣に戦いまくるのが特徴の乙女両断煩悩爆発バトルラジオよ。そしてリスナーの皆さんには肯定候補となっていただき、お便りを通じてバトルに毎週参戦してもらっているぞ。あ、私の煩悩は爆発しないぞ。煩悩の意味なんて知らない。おかしいな、お姉様みたいなタイプは実は煩悩の塊で変なプレイをたくさん妄想してるって青年様に教えてもらったんだけどな。性の言うことも鵜呑みにするな。それでは本日も開戦。新恋姫無双乙女選抜星甲子園もラジオも熱いぜ演技。それではここで普通の書状普通歌を読みながらケーキを食べたいと思います。ケーキ、これのカタブカマミーによる噛みまくりやつ。あの興奮しすぎてね、カンタカマミだってほらこれ見てくださいよ、かわいい。ていうか今日はカンタカママだけじゃなくてたくさんの方から、うん、そうなんですよ、おやつが、あ、でもちょっとあのリノチも持ってきたのに、リノチも持ってきて、でカナッペもちょっとシューアイス持ってきて、ねえ、スズッチョだって食べかけの食べかけです。いやでもあのなんだっけ、ミニドラ焼きみたいな、そうそうそう、ね、アニメワイドですけどね、そうだ、
で今は、はい、スタジオの中にはかんだかママの差し入れのケーキが、はい、ママからのケーキが、はい、すごいこれすごく凝ってるんですよ、ね、もったいないからそうなんです、かんたかママ曰く、うん、あの春限定のママケーキデザインで、はい、なんか動物の姿を模してますよね、ね、ゆうこちゃんのもったいない撮影されたんですかね、じゃあうん、でも食べるとなくなっちゃう、じゃあブリブロの2人が先に選んで、はい、うん、そして食べつつふつおたを読むがいいみたいな、ひどい苦行ですよ、ね、私だって普通に食べるから、私たち食べてるからひどい、ひどいですね、まあ、まあ、チョイスしたところで、うん、はい、まず一口食べて感想を一言で言って、はい、読み始めてください、ブロちゃんどうぞ、まだ食べてない、キャラクターちゃんがウサギ顔のこれウサギにスプーンをぐさっと刺した、ゆうかい、ウサギ顔のですね、うん、顔を削りましたよ、アンパンマンみたいな感じで、後頭部ではなく、いただきまーす、はい、ウサギの顔は美味しいですか、うん、何味ですか、うんと中に、うん、クランベリーモースかな、なんだろう、うん、あの、あ、でも甘くて美味しい、ベリー系ですね、ベリー系、ベリー系だ、なんかスーパー甘系の、スーパー甘系な、で甘いが勝ってますね、これ、うん、すごい柔らかそうですね、美味しそう、スポンジがふわふわ、そしてそして、うん、ブリちゃんは、ブリちゃんはなんかブリちゃんビニールブリちゃん羊のね羊のなんか人形が乗っかって、取ってください、でもちょっとチョコっぽいよねそれ、うん、そうですそうです、なんか中になんかあのスポンジとフルーツが入ってそうな感じ、すごいなんかシュワーってしてて、うん、美味しいです、柔らかい、シュワーってしてて、シュワーとしてるな多分このね、あーなるほどムース、なんか意味わかんない、炭酸かよみたいな、なんか感じましたね、なるほどね、はい、わかりました、これ、ま、本物のバラなのかな、うん、それ本物だよ本物、いや食べれる食べれる、え食べてみる、え嘘、それ本物じゃないの、え本物ですよ、めちゃめちゃほらびっくりした、これ多分目で見て楽しむ系だよ、ちょっと食べてみる、しかも食べてみるって言って人に食べさせる、本物の成果のミニバラを食べさそうとしたみたい、本物です、でも食用バラ、食用バラ、なるほど、そうかそうか、すいません、そんなおしゃれな習慣なかったもんね、そういえば私食用菊をずっとタンポポだと思ってた、今ちょっと思い出しちゃいました、確かに似ていますね、ずっとタンポポって呼んでたんですよ ね、 ね、仕事の打ち上げでお寿司出てきてタンポポって呼んで恥ずかしい思いをしたことがあるんですよね、でタンポポのプリちゃん、はい、ここにいるぞ、お願いします、はい、じゃあご紹介させていただきます、はい、青猫にゃん雑将軍さんからいただきました、ありがとうございます、皆様ラジオマン、ラジオマン、今回はゲストが馬上さんと馬体さんということで、うん、主に馬体さんにチクリメールです、うんうん、第17回放送のキャラフォーメーションのコーナーで馬体が紹介されてましたが、お、ありがたいですね、代名詞的なセリフ、ここにいるぞって何って3人ともすいませんですか、ちょっとバッチョお姉様と叱ってやってくださいよ、うん、ね、バッチョお姉様は知らないそんなポカーンでしちゃったんですよ、ついでにここにいるぞのエピソードもご教授して差し上げてもらえたらと思います、まさか知らないってことはないですよね、当然ですよ、そんなあの皆のものをよく聞け、上から聞かせてください、言っていいんですか、いいよ、失礼します、よくわからない、なんかですね、なんか、ま、ぶっちゃけ諸葛亮が、はい、私、はい、義援のことが大嫌いで、ね、職人いますよね、義援ってね、そうですね、で、その義援をやっつけちゃえっていうことで作戦をの、の、ん？練って、はいはい、日本語難しいね、ね、難しいね、練って、練って、でなんかあのこう作戦としてこう、うん、たまたま戦うことになって、うん、その時に義援が俺を倒せる者はいないかって言って、うん、で馬体がここにいるぞって名乗りを上げて後ろからズザッと切って、後ろからなんだ、確か後ろからですよ、はいはい、ちょっと卑怯なやつなんですけど、なんかそういうところがあのちょっといたずらっ子っていうのになってるのかな、いたずらっ子知ってますけど、後ろから言われてる、恋姫の中ではいたずらっ子ですけど、中でそれ計算高いところもあったりとか、そうかそうか、まあ私も知らなかったんですけどね、はい、やっぱ
ありがとうございます。バラしちゃったよ本当に。私嫌いな人がいたんだ。みんな諸君は仲良くだと思ってた。すごい言ってたよね。そういえばあなたが嫌いだったらしい。ではでは、ムック船長陳将軍さんからいただきました。ありがとうございます。鈴町かなっぺりのっち、馬役のお二人ラジオマン。馬役って馬みたい。今回ゲストの二人が演じていらっしゃるスイとタンポポは血縁関係があるということで、眉を筆頭に凛々しい眉、太しやかな眉など外見的にも似ているところがありますが、皆さんは家族や親戚に対し、ああ同じ血が流れてるんだなと感じたことはありますかっていう。うーん、で読んでみたプロはどうですか。うん、そうですね、あのうち弟が一人いるんですけども、はいはい、あの笑った顔が一緒なんですよ。目がなくなるとか。そうそう、で顔は全然普通にしてると似てないんですけど、うん、なんかまたしょうもないことで笑うんですよね、ツボが。うん、私たち変で兄弟で一緒のツボなんだ。一緒のツボで、なんかあの母がなんか、うん、なんかあの子もあんたと同じとこで笑ってたでって言って、そうそうそう私にはわからんわみたいな、わからんわみたいな、あんたらよう似てるわみたいな感じで、そういうのを聞くと血がつながってんだなって思う。思います。やだなとかね、あとなんか無意識に、ね、猫背になるとか。でもそういうなんか意識してないところが似てるっていうのは、ね、意識してないから自分も気づかないから似てるって思わないっていうね。思わないんですけど、うん、初めてね人に言われて、うん、こんなところがそうだったのみたいな、うん、で言われて、ああそういえばみたいなね。そうそうそう、ありますね。なるほど。ブリちゃんはどうですか。私、はい、うちの母とすごいそっくりで、はい、あのま、顔もすごく似てるんですけど。可愛いんだねお母さん。よく似てるって言われるんですけど、うんうん、声もすごくそっくり。お母さんそんな声してんの。ちょっとそんな声、ね、どういう意味ですか。お母さんがそういう声してたらなんか不思議じゃん。あー、もう60近いんですけど、いまだに、うん、あのうふふみっこですって電話かけてきます。みちこなんですけど、はい、あの自分であだ名つけて。面白い。みっちゃんにみっこですって電話かけてくるの。ですです。かわいいのだね。いいね。でもそういうキャピキャピしてます。でもそういう外見とか声が似てるっていうのはいいよね。はい、すぐ分かるよね、血縁っていうのがなんか感じられてね。面白いですよね、家族のつながりというか。ね、私母に全然似てなくて声も全然似てないから。そうですか。私子供の頃本当になんかあんたは橋の下でヒロさんやって言ってましたけどね。私も言ってたよ。怒った時そうやって怒られてたの。そうなんですか。お父さんにも似てないんですか。お父さんにはそっくりなんだけど。お父さんなんでいいじゃないですか。じゃあ、そうやって怒られては泣いてましたね。はい、で妹が怒られた時には、うん、そういうこ逆のことを言われて、うん、本間の娘は姉ちゃんだけやって言って、うん、同じことを交互に言われて、勉強にね、親御さんも対応して。ではあの回線がちょっと途切れがちな鈴ちゃん。何言ってんですか。話してないよ。話してないよ。私もあのいとこつうかお兄さん。お父さんのお兄さんの娘たち姉妹なんだけど、うん、はいはい、私とそのお姉さんがそっくりで、うん、弟とその妹さんがそっくりなんですよ。だから絶対入れ替わってるとか橋の下で私も拾われたって言われてて、だからそういうところではやっぱりこうつながりが血のつながりあるんだな。意外と遠縁で似てたりとかあれもね、そういうのあるかもしれない。そういうリノチは何人のこと攻撃的に言ってるの。いやなんか違うところのバンドの感じとか。リノチはどうですか。私はブロちゃんと一緒で弟がいるんですけど、うん、あの弟はちょっとなんだろう、中性的女寄りの顔で、私が男寄りの顔なんで、なんかどっちも中性的な感じですね。うん、で顔はあのすごく似てます。似てましたね。あ、そうだ、見たことあるんです。このご兄弟は2人揃ってもうセンスが良すぎると思って、そうかっこいいし綺麗だしみたいな。でまた2人が並んでるとすごいオーラなんですよ。そんなことないよ。本当に本当に本当に似たいね。そんな持ち上げられても困るわ。紹介してください。いや好みの顔なんだね。そうだ、まあ、ブリちゃん私の妹になるわけ。姉さん姉さん。いやそう
だね。なんでですか。いやいや、かしましいなと思って。どうですか、3枚目はいけそうですか。まあそうですね、やっぱりね、喋りすぎるとね、昔ゲストが来たのに普通オタ全カットってことがありますね。なのでそうならないために、ここらで普通オタのコーナーを締めたいと思います。番組ではまだまだ皇帝候補の皆さんからのお便りをお待ちしております。いろはにハワワカルタ、このコーナーは新恋姫無双のキャラクターを使ったカルタを皇帝候補の皆さんと一緒に作っちゃおうというコーナーです。では早速、事前に募集したキャラと一音を結びつける読み札を決定していきましょう。じゃあプルちゃん、今週は何ですか。はい、今週はしで馬長、けで馬体、ゆで中体、ねで長領です。はい、今回はね、ご本人がいらっしゃるので、せっかくなんで読んでいただきたいと思います。この辺ね、ゲストさんと重なると読んでもらえるっていうのは ね、いいですね。しかもちゃんとゲストさんが選んだっていうね。そうです、ジョイスのゲストさんがいただきました。はい、はい、では早速お願いします。はい、見たいと思います。プチプチ前後将軍さんより馬長で、し、仕方ないだろ、間に合わなかったんだから。はい、これですね。はい、ま、意味は、はい、おもらしが許されるのは小学生までだよねということです。なんかね、聞いたらおもらしキャラだそうなんです。馬長好きやらば漏らすんですね。好きやらば。そうなの、そうなの。ねえ、なんかそれを味を占めたのか、味を占めた、誰が占めたのか、なんかそんなキャラクターになってしまってですね。そうそう、誰が占めたのか、今日ねシナリオのバチョパパ聞いてるんで、後でじっくり個人的に聞いてみるといいと思います。誰ですか、誰ですか、なんでそんな定着しちゃったんですか。そうそう、これいいなって、バチョイコール本当におもらしする子みたいなことになっちゃったんで、でこういう読み札も来ちゃったってよね。でしょうね。でもそういうのを選んじゃった、選んだのは私です。ねえ、だな、あなたでプロが選んだので、はい、当たってる、これその通り。間違いない、間違いない、ね、なるほど、なるほど。はい、じゃあ次、はい、じゃあ行ってみようか、行ってみます。パツンシクーさんより、タンポポでケ、毛穴の中にいるぞ。はい、意味はですね、しっかり洗ったつもりでも毛穴の奥には見えない汚れがという意味らしいです。汚れって、汚れいるね、あ、いるよね、いるいるな、そんな反応かよって結構どうでも現れますからね、タンポポね。そういう意味、毛穴から出てきちゃうの。毛穴からでも出てくるそうですね、なんか鼻の上とかこうニュルってやってる、こう出すの好きなんですけど、はい、タンポポかもしれない出てきたのは、そんな意味を込めて突然出てきて、鼻の、これから汚れもちょっとね、可愛くなるかもね、ちょっといっぱい出したくなったなんか二人いいのか、そんな調子本人がいいって言ってるんだから、なんかちょっと進んで汚れキャラに行ってますね。じゃあ次、リノッチお願いします。はい、では次はですね、ムック船長陳将軍さんより、集大で湯です。湯飲みふうふうしておきました。意味は一途な女は時にやりすぎるだそうです。なるか、これチョイスしたのリノチだったんですけど、本当にシュウタイちゃんとこういうこと言いそうなんですか。なんかこう一生懸命だから、あの言ってることとプラスアルファ、なんかもう 120% の力を出しすぎて、まあ、やりすぎちゃうことはあるかもしれないですね。あったかいお茶飲みたいな、ふうふうしてきましたみたいな、そうですね、冷めてる、冷めてる、まあそれは可愛かったりするんですけどね。はい、じゃあ最後のキャラはカナッピにお願いします。マイマイ陳将軍さんより、長領でね。姉さんたち、お小遣い減らすわよ。意味は頼れるお財布番って書いてますね。しっかりしてる、なんかガッチリしてそうな気にするんだ、紐
供は硬いぞと。そうですね、なかなか緩めないよ。でもすごい食べてそうじゃないねえ。どっから捻出してどんだろうね。やっぱり終わった後はいろいろ食べてるって言ってたもん、ね、でもフォア言ってる人たちからこうちょっとずつちょっとずつこう金額を釣り上げてやってるじゃないですかね。こんなくどい。なるほど。はい、はい、ではそれではですね、次回のキャラと一音を発表したいと思います。はい、ゆりちゃんお願いします。はい、和音の和で、ひみく&挑戦&かだ、そしてちでかくか、うで天に、こで演術です。はい、はい、はい、ありがとう。ということで次回はこの4人を発表したいと思います。はい、はい、番組紹介ページでは次次回以降での募集中の読み札を表示してあります。はい、ということで次回の募集はもう終了してしまいましたが、どんな読み札になるか楽しみにしていてくださいね。ということで、うん、以上いろはにハワワカルタのコーナーでした。ラジオ新恋姫無双乙女選抜星、甲子園もラジオも熱いぜ、演技。妖艶変身のメイ、このコーナーは肯定候補の皆さんからある単語への返信命令を受けた私たちがその単語になりきってセクシーな演技をするコーナーです。約1分間で1人ずつ妖艶な演技をし、どれだけセクシーな演技ができたかを競うバトルコーナーです。なんかさ、いいねって思って。職業は高得点の人のポイントが採用されます。そうですね、はい、野田さんにもいる。とっても気が今ねちょうど目の前の3人並んでていいなって思って困っちゃったの。仲良く3人並んでるんです。はい、でで順番はですね、カナッペ、スズッチョ、リノッチ、プロちゃん、ブリちゃんという順番で。はい、うわ、はい、ドキドキするな。今私が引いたんですけども、ダメなの行きました。もうカナッペさん引きが本当に気悪くて。じっくりじっくり考えていいんで、あのじゃあブロちゃんにせっかくだからタイトルとか読んでもらって。そうだそうだ、違う、そうですよね。はい、じゃあ行きます。お願いします。それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セク演、はじプリン革命雑将軍からの返信命令、ドアノブ、私銀色なの、全身ピカピカしてる、でもたまにカバーかけてもらったりして体を隠すことだってできるわ。でもあなたのその手で私を握ってひねってギュッて押して、そうすると向こう側へ行ける。向こう側、たまに私の体の中心にちょっと出てる部分があってね、そこをね押すとガチッていうの私。そうするとは入ってこないわ。ごめんなさい、プリン革命さん、ちょっといいうまく変身できませんでした。面白い、はい、しかも開始コールのね、はい、このねブロちゃんのね、はい、反則的なね、生きためがね、はい、ま、作戦ですよ、作戦。くそー、なんか意外とやるな、ショック。意外とね、そう、はい、では、ツッツー神様ポイントお願いします。20ポイント。
はい、意外ともらえたかもしれない。すごい頑張った王がありましたからね、昔ね。はい、難しいドアノブ。でもちょっとギラギラしてるんですよ、銀色なの。面白いね、それね。でもあるじゃないですか。あります。ボタン式のね、ボタン式のやつ。うん、力こう回さないと開けないね。そう、開けられないで。敵は入ってこないね。はい。いや、鈴茶さんですね。はい、続いては鈴茶です。はい。で、二人に交互にこの開始コールを言ってってもらって、次はブリちゃんに。はい。はい。まだですよ。鈴茶がね、ため息ついてますけど。じゃあ鈴茶さん、準備ができたら言ってあげてくださいね。うん。はい。うん。ブリちゃんが。そうしてくれるんですけど、はい、任せて任せて。わかります。じゃあもうお願いします。それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、あ、じめテイーク雑将軍からの返信命令、のど飴。あなたの喉ってイガイガしてるの？それじゃあ私を舐めて。あなたの口の中に入ってじっくり私を溶かして。そうね、あんまりコロコロ揺らさないで、すぐに私なくなっちゃうの。だからゆっくりとお願いね。私はあなたのイガイガをなくすためだから、おいしいのもあるけど、とっても苦いのもあるの。でも我慢して、私を最後まで最後までじっくりと舐めてね。そうそう、ガリガリ噛まないでとかね。噛めばよかった。あ、そうかそうか。噛んじゃいやーとか言えばよかった。なるほど、なるほど。エロい。どうよ、あなたもセクシーにやるのよ。それでは通信様ポイントをお願いします。20ポイント。でもやっぱりこれは、ね、短かったかな。難しいですね。本当に本当やりますからね。なんかツッツーが今ね、うん、苦くて飲み込めないって。言ってましたけど。私すごい変なの引いちゃいました、ね。何ですか今日、変なのシリーズ。シリーズですね。どうしようって。まあグローバルなのもありましたし。そうですね。はい。まあどうしようかな。いやいやとか言いながらもね、もうすごいの来ますよ。そう、と今度はプレッシャーあげる。今度はプレッシャーコールです。これ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 、ね、これ強いのよ。いや、まあでも行ってみます。はい、はい、じゃあ、はい、いいですか。はい、行きます。それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、はじめ。キンターキンター、上昇さんからの返信命令、ほくろ。今私はあなたの肌の上に現れた。それシミじゃん。こんな黒いドレスをまとってあなたの肌の上で私は踊るの。私をそうね、嫌だっていう人もいる、なんか取りたがるっていう人もいる。でもね、位置によってはとってもセクシーなの。例えば下唇の横あたりにあると女の人はとってもセクシーに見えるんじゃないかしら。あとはそうね、あんまり私を触ると私大きくなっちゃう。だからやめて。しかも私それからさらに触られるとなんか病気になっちゃう。そういうことはやめてほしい。あなたに嫌われたくないから。だからそっと可愛がってね、お願い。なかなかドラが鳴らないと思って。
しまう。やっぱり擬音から来ました。一番最初に体揺らしながらうんって言ったのがあのね、でもなんでそういう風にしたかっていうと、擬音を言うとちょっとスイッチが入るんですよ、そっから、そうだからやってみました。私擬音が入るとスイッチ外れますね。笑っちゃって。ということで難しかったつつしん様、ポイントお願いします。つつ悩んでる。30ポイント。でも現れたっていう。いやそうだってほら突然出てくる時ありませんか。うまいね、うん、あれって、うん、そう増えてるみたいなね、気づくの。そうそうそう、あるんですよ。触ってるとそう大きくなるんですよ、なんか摩擦で大きくなるんですよ。そうなんだ、はい。で続いてプロちゃんなんですが、単語引いてまして、どうですか。いやいやいや、私、うん、にこれ知らないんですよね、あんまり。あ、そういうのを引いたんですか。でももうなりきっちゃって好きなように言っちゃったら、うん、言ったもん勝ちだよ、うんうん、間違ってても、うわー、そっか、うん、じゃあ、持ってる知識をぶち込みますここに、うんうん、はい大丈夫です、うん、はい、ではブリちゃんコールお願いします。はい、それじゃあ妖艶でセクシーな演技。さっきから何なの。寿司をセクエンはぁ、じぃ、む、なんか聞いたことある。六本木、ウォンチュー前後将軍からの返信命令。カーリング。カチン。あ、いった、った、った、った。もっと優しく叩きなさいよね。それに、ここ、サーブ。もうなんで私、いつも氷の上にいんの。あー、またあの音とぶつかる、ぶつぶつぶつかる。痛いよ、流れるよ。あー、またこんなところに。あー、窓から全然遠いじゃん。下手くそ、この下手くそ。え、あー、今度私じゃないのね。にしてもどっかにイケメンいないかしら。あんなイケメンだったら私も叩かれたって。ああ、でもこんなスケートリンクの上じゃね。ああ、で私、何期待してるの？もう、ほんとバカバカ。あ、もう来るわ。あ、当たる、バカバカ。あれ？今度は、そんなに痛くない。私、もしかして、ここの上で、いろいろ目覚めちゃった？お願い、あの丸の中心に私をぶち込んで、早く早くぶち込んで、ほら今よ。すごい。素晴らしい、素晴らしい、なりきれる。ちょっと目覚めたところが、わかんないよ、カーリングとかわかんない。確かに難しいですね。難しいですけど、そうだ、どれに変身するかっていう。そう、あ、カーリングもね、私ちょっと玉の、うん、その、うん、そう、玉だったじゃないですか、うん、つもりだったんですけど。頑張った。あの、ゴシゴシ擦ってるやつだったらどうしようかな。あ、それもありですよね。そうだ、そっちはね。でもそっちも難しいんですよ。でもどっちも難しいんですよね。選んだのは玉でした。玉の方でした。はい。はいっていうか、二人のコールがおかしい。でしょ。あの、一応、味方の時のコールは、一応、応援するように笑わせちゃダメよ。なんか、ちょっとなんか、あのね、リングアナみたいな。面白かった。面白かった。最初、可愛い子二人だったのに、なんか、次、翔太ことおっさんみたいな。なのみたいな。もう。じゃあ、これは、早速、ポイントを聞いてみてください。30ポイント。いや、私のポイントはとか、言うのかなと。じっと黙って。言うのかみたいですね。はいはいはい。スーツが刺してくれました。刺してくれ。そうか、よかった。30ポイントは。はい。最後、おといてくれちゃった。おといだ、おといだ。私、そんな、そんなできない。今回、全部難しいですね。本当ですね。なんか、これっていう単語がなかなか来ないですね。さあ。鳥を務めるブリちゃんは難しい、難しい、何の単語を弾いたんでしょうか。でもなんかちょっとひねり出してるものも聞いてる分にすごく面白いですよね。どういくかどういくかみたいな、そうきたかっていうのもね、楽しいんでしょうね。そっちかよっていうのはね、結構面白いんですけど、そっちきたか、ひねり出す方は大変ですよね。生みの苦しみです本当に。
じゃあよろしいでおま、はい、覚悟を決めたおま、うん、あ、いいね。ほな、いきますで。えい、はい、それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、はじめ。ツインテール命前後将軍さんからの変身命令。コンタクトレンズ、プルルンプルルン。寝る前は外してほしいの。じゃないとあなたの大切な場所が真っ赤になっちゃう。病気とかとっても怖いから。大切にして、あなたの大切な場所。私を駅の中に浸して、また朝日が昇った時に私をまたその駅から取り出して、右と左、ああ、間違わないで、そっちは左違うの、右の方がいいの。表と裏も大切だから、絶対間違わないで。ブルルンブルルルン。難しいコンタクトレンズは難しいな。難しい。ソフトレンズできましたね。よかった。ありがとうございます。じゃあ、私の得点、いくつですか ?40 ポイント。駅に浸してとか、あなたの大切な場所が赤くなっちゃうとかね。ちょっとね、いいポイントついてたもん。嬉しい。ありがとうございます。でもね、結構私たち笑いこらえるの今回必死で、ね、なんか難しい単語デーだっただけにみんなひねり出してきてる、ちょっと笑ってましたけど、苦しんでるなっていうのがなんかね、はい、はい、そんなわけでですね、今回のポイントは、うん、初句最後に読んだフリちゃんが高得点40ポイント、うん、これが採用されます。はい、右は20ポイント、5は30ポイントということでした。以上、妖艶変身の命のコーナーでした。壁壁の戦い、はあ、このコーナーは皇帝候補の皆さんからのお便りをもとに作った毎回違うバトルで三国がガチで戦うコーナーです。さて、今回のバトルは一ノ瀬さゆき前後将軍さんからのお便りをもとに作ったありそうでなさそうでありそうなアルファベット略称バトルです。ルールを説明します例えば CD はコンパクトディスクの略ですよね、このようにアルファベットで表された略称を聞き、自分なりに考えた独自の正式名称を答える変則的古今東西で勝負します。なさそうで、ありそうでなさそうでありそうなっていうのがポイントらしいです。全然わけわかんないの言っちゃってもブブーらしいので、はい、ということで勝ち抜き制で1位が50ポイント、2位が30ポイント、3位は10ポイント、4位と5位は0ポイントです。はい、もうツツシのツボをつけるように。なんかないだろうけどありそうっていうツボをね。ねえ、つけるように頑張りましょう。なんか面白ければいいっていう可能性もあるらしいですよ、はい、いろんな発想で、はい、皆さん考えていきましょう。はい、はい、順番は、はい、かなっぺさん、はい、私りのっち、すずっちょさん、そしてぶりちゃん、ぶろちゃんという順番になっております。はい、かなっぺさん準備はよろしいでしょうか。ちょっとも良くないですけど、はい、はい、では行ってみましょう、はい、それではありそうでなさそうでありそうな、アルファベット略称バトル開戦。ODA、オーシャンズダイバーアソシエーション。ありそうだよね。本当にやばい。オーシャンマンでダイバーだから。そんなそういうことだよね。でも、そんなですか。でも日本語でもいいわけだから。英語わかんない。ちょっと待って。NHK、はい、日本。うん、翻訳
協会。本当にあれもうよくわからんな。でも NHK じゃないよね、略は実際ね。本当に。OVA オリジナルバーチャルアニメ。うまい、うまい、すごい。バーチャル、バーチャルなアニメがちょっとかかってますよね。すごい。あ、でもそうか、元を使うと結構いいかもしれない。 NII、 NII、 なんだろう。に日本、あ、にわーやばい、日本愛だから、え、愛だからいいいい日本いい愛が2つだからもう1個入れなきゃ。いいいいいい、あということで、次はですね、はい、ちょっと脱落しちゃったので、ブリちゃんに単語を言ってもらって、で、はい、私たちがそれを想像するっていう、はい、やっていきたいと思います。はい、では残り4人でいきましょう。はい、ありそうでなさそうでありそうなアルファベット略称バトル開戦。 JST JST、 はい、ジャパン、うん、システムトーナメント、うん、すごいぞ、すごいぞ、すごいトーナメント、すごいトーナメント、システムトーナメントだよ。どんな戦いが。じゃあ次行きますよ。技術の技術系、エンジニア的な、なんかすごい広い場所を使えそうですね。はい、次行きます。SCR、 SCRえー、札幌コミュニティレジャーランド。やっぱ遊園地があるんだよ。そう。いやダメでした。無だった。いやでも、はい、行きたそうな、レジャーは多分 R じゃないのかな。ね、そう、私が途中で思った。あ、でも難しい。なるほど。じゃあコミュニティランキングシステムとかだったら、え、じゃあこれ、え、カナペさん、うん、おしまいです。あ、そうか、はい、脱落です。あ、そうなんだ。ということは3人ですね。3人ですね。3人、うん、で読むのはずっと、はい、はい、では3人で続けましょう。はい、はい、ありそうでなさそうでありそうなアルファベット略称バトル開戦。 ATR、 ATRATR、 青森トレンドリサイクル。札幌の次は青森。トレンドなリサイクルってなんだろう。田舎だけにね。リサイクル大事よね。リサイクル大事ですよ。自然残ってるからね。はい、はい、続きいきますよ。はい、GCT、 GCT、 GCT、 なんだろう、ジャイアントチャイルド、た、貴乃花。本当ですよ。慣れが一番上手いって言えるからみたいな。ちょ、ここから流れが変わっていく。どうなんでしょうか。はい、次いきます。 TBS、 BS、 TBS ね。はい、じゃあ、T シャツぼったくりされた。ぼったくりされた。お気に入りだったわ。おい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 、頭のことね。セリフもありかよ。すごいな。いきますよ。
IBM。 IB。 ありそう。 M。 この子ありそう。なんかでも本当。はい。インド。ベジタリアン。マインド。マインド。マインドはねえわ。そうだマインド精神精神だってこれどん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 さ突き詰めたら変な風にいっちゃうかと思って、うん、セリフになっちゃうかなと思って戻そうとしたん、ね、戻そうとしたんですけどダメでした。なるほど、 V じゃない。で続きまして、はい、4文字に変更されまして、ということは、ムロちゃんとスズッチョさんは、はい、食コンビなので、はい、4文字でチャレンジしていただきます。はい、はい、それではお二人でガチバトルいっていただきましょうか。はい、ちょっと楽しみに、はい、はい、それではありそうでなさそうでありそうな、アルファベット略称バトル開戦。 I C O D またT、ごめんな、 I C O D、 インドインドつながりましたか。コンタクトオリジナルタ、うん、ティーチャー分かんないなんだインドオリジナルコ、えインドコンタクトオリジナルティーチャー分かんない。難しかったね。全然わかんない。難しかった。ごめんなさい。4文字。1位の、ブロちゃんが50ポイント、2位のスズチョさんが30ポイント、はい、3位は私リノチで10ポイントで、4位と5位のカナペさん、ブリちゃんは0ポイントとなっております。はい。はい、ということで、ショックがそうすると、ショックやったんじゃない？やった？あ、80ポイント。お、初回80ポイント。すごい。はい。で、ギが0ポイント、はい、5が10ポイントとなっております。はい。はい、ということで、以上、ヘキヘキの戦いのコーナーでした。ラジオ、新恋夢無双。乙女選抜、星。甲子園もラジオも熱いぜ、演技。新キャラフォメーション。キャラフォーメーションのコーナーです。このコーナーでは毎回新恋姫無双に登場するキャラクターを紹介していきます。うん、はい、今回はその他勢力より盲作の愛すべき三個一の家来、はい、ミケ&トラ&シャムのキャラフォーメーションです。三個一って言い方かわいいよね。はい、何をするにも一緒の3人は誰かが言ったことを誰かが口真似し、途中で誰かが言い間違えてもそのまま納得しちゃうおバカなロリッコたちです。一応不意気に走るミケ、最も幼稚なトラ、おっとり型のシャムと若干の違いはあります。そんな愛すべきペタムネたちをよろしくです。うん、はい、ペタムネか、うん、キャラからして。何ですか、カリン様で今納得したんですか。いや本当だって、キャラからしてる。みんな衣装が一緒なんですよね。でも、うん、なんていうんですか、この虎の被り物の顔がちょっとずつ違うんですよね。うん、あ、本当だ、うん、目、本当だ、うん、ね、かわいい。そうなの、こっち開いてるけど、こっち閉じてて、そう、ぼーっとしてるのと、にゃってなってるのと、そうそう、キリッとしてるのが、もうそこでも性格を表しているという感じですか。なるほど。はい、じゃあ行ってみますか。はい、兄ということで、兄くん、兄くんと言ってるミケと、あっちにドーさんがいるぞと言ってるトラと、ぼーと言ってるシャムの新キャラフォーメーションでした。お送りしてきましたラジオ新恋姫無双、乙女選抜、星、甲子園もラジオも熱いぜ演技。そろそろお別れの時間となってきました。さあ、ここで総合成績発表です。はい、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 どうぞ。今回は、ショックが120ポイント。おー、
んです。ギガ頭の位置がなくなって20ポイント5が40ポイントということは、だけで100ポイント差ですし、あのオープニングのフリートーク内であんなにめちゃめちゃだったのに本当ですよ。みんな頑張ってやればできる子達でした。憎みすぎたのかしら。ちょっと油断しちゃったんですよね。いやそんなことない、全然ガチでした。うちらやってた本当に。はい、で今回ゲストお二人来てますが、ブリちゃんブロちゃん、はい、今回の放送いかがでしたか。美味しいものも食べられてね、うん、あ楽しかったけど長いですね。スタジオの中がカッカしちゃって、温度上がって大変でしたけどね。4人いればね、はい、息も本当すごい楽しかったです。あでも楽しんでもらえたならね、うん、また呼んでください。ぜひ、私も、私もやりたい。ブリちゃんどうでした、楽しかったですか。もう本当楽しかったです。なんかあのいろいろ周りにそうツッコミを食らいながら皆さん素敵なツッコミをありがとうございます。それを言うなら素敵なボケをありがとう。いや本当にボケなのかどうか置いといて、ボケありがとうございます。どういうことなんだろう。でもマジボケだったっていうね。勉強になりました。はい、さてこの番組では皆さんからのお便りを大募集しています。普通歌や各コーナーへはもちろん、ラジオの感想、ゲームを遊んだ感想などなど何でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で radioma@onsen.ag、 ラジオマ @onsen.ag です。番組紹介のメールフォームから簡単に送れますよ。なお新恋姫無双のゲーム情報はレッソンさんのオフィシャルサイトで、アニメ情報はマーベラスエンターテインメントさんのオフィシャルサイトで随時更新しておりますので、ぜひぜひご覧くださいませ。はい、そしてですね、ここでゲスト情報です。再来週の放送にですね、五軍から待ち望んでおりました、はい、シェレンこと創作役の、佐藤由紀さんがいらっしゃいます。久しぶりですね。本当ですよ、はい、なので、その他からはいっぱい5に引っ張ってましたね。じゃんけんで勝って、じゃんけん勝ちしておりましたが、今回は本当に五軍の純粋な、はい、しかも愛すべき、はい、はい、大好きなシェレン様が、はい、シェレン様がいらっしゃいますので、はい、と、はい、いうことでですね、来週は私たち3人だけなんですけど、はい、あの我慢して聞いてください。失礼します。それでは今回はこの辺でお別れです。ラジオ新恋姫無双、乙女選抜、星、甲子園もラジオも熱いぜ演技、お相手はシリこと諸葛亮役の楠木すずめと、カリンこと曹操役の野島かなと、メイリンこと主役の川島里乃と、スイこと馬長役の大川美代と、タンポポことバター役の青葉リンゴでした。せーの、バイバイマー。この番組はネクストンとビューズの提供でお送りしたからな。カレー無双の中のカレー無双、新カレー無双。キンターキンター上層、一日置いたカレーを注入するといつもより深みのある顔になるカレーパンマン、新カレー無双。田村 R 左右将軍、グレーテル、あそこカレーでできた家があるよ。新カレー武装。ジャックジャック珍将軍、マラソンの給水所にカレー。新カレー武装。ムック船長清将軍、このカレー俺の人生みたいだ。新カレー武装。ミーカーザンブラック前後将軍、隠し味は私、新カレー武装。やだね。そっちが